はい、皆さんこんにちは。コージロゲームズことケージです。今日もね、ヘタレコンビの悟空さんと、あれ解散したはず違ったっけ？おら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 あれ解散したはずじゃなかったっけ？ということで、今回はですね、悟空さんに招待されました。お、敵いるね。わしのメガトンパンチ食らわしてやろうか。おら、メガトンパンチ、どうだメガトンパンチは。ヘビーゴングパンチ、おりゃおりゃおりゃおら。あ、リレーズリング持ってはるこの人。あれかな、チーム戦だからかな。どうなんだろう、チーム戦になると絶対にこういうリレーズリング蘇生待ちになるのかな。はい、ということでね、今回は悟空さんに招待されて僕が、参加するって形でね、やって、おっと、また勝手にそうやって、何やっとん、どこ行った悟空さんは。ほんでから何しようにょ、だから僕は全部開けはったん、全部持っていかはったわ。なんちゅうして、なんちゅうして。悟空さん挨拶まだですよ。うわ、またここ宝箱ないわ。もうどういうことそれ。もやっぱ解散やな。悟空さん、悟空さん聞こえてますか？あれ悟空さん、なんか今日 Bluetooth 買ってきたから音声バッチリとか言ってたけど全然やで。今日ソロでやってて、やっと文句がレベル45になったんですよ。だからメガトンパンチを装備することができるんです。聞いてますか？メガトンパンチ、うん、ほら、いやほら見えるやろこれ、ほら、どこに、どこどこ、ほら、いてて、なんじゃこれ、なんだこれメガトーンや、ほらほら、モンクレベル、モンクレベル45。ちょっとあのあれやね、チョコボじゃないわ、モーグリ、モーグリスキンつけてるから反映されるかどうか不安やったんやけど、バッチリやね。あのホーム画面の時は全然つけてへんかってん。戦場に降りてきたらメガトーになりよったわ。うんうん、マイクは耳の横で拾う、はい、いや拾うよ拾うよ。あ、敵、じゃあなんで敵両耳にしてる、どういうこと。ちょ、悟空さん今ちょっと戦闘中なんやわちょっとブルートゥースがどうのこうのええわ。そうやねん、だからちょっと助けにくれ来てくれへんかな。あ、こっちからも、どこや、うわ、こっちか。え、何潜りたいなんこれ。あ、じゃあ悟空さんがそこにいるのか。なるほどなるほど。え、どっから撃ってる、ちょっと待って、どこにいるの、あれ一人だけ、潜りだけ。あ、撃たれた、撃たれたわって、垂れたわって。ちょっと下にいたらあかんな。ちょっともうこうなったら行くしかないわ。わー、行くしかないわ、腹決めて。あ、電話あったな、電話あったわ、ここ。そういや、ちょっと待ってて、電話あるわ。ここさんやられたん。オッケーオッケーオッケー、直すわ。よし、オッケー、直したよ。打てない、打てない、そう、優しさがね邪魔すんねんたら打てないです、ね、そう、優しさがね。じゃあ俺ちょっとあれやわ、バファリン飲みすぎたかもしらんわ、うん、バファリン、そう、いや、ちょボム倒してるし、ちょっとボット打ってきよるで、あれ打ってきよるで、ちょっともうほら、あ、ちょっと今撃たれたらまずいで、ケージ。視界復し、あ、回復せえへんのか。チャクラフィールドか。ちょ、ポーション欲しい。何してんねんな、ウォーリアー。
もう追いかけっこしてました。なんかカクカク言うとんな。どこにおんねん。もうこいつよう走るな。やろ、よう走るな。長い熱い戦いが今終わったぜ。ということでこれ最後待ち。さあプレートシチューにやってきました。ここがプレートシチューで、うわサンダーが見えるわ。ほらジャンプしてるやつおるわ。逃げろー逃げろー。プレートシチューは近寄ったらあかんってお母さん言うてたわ。お母さんの言うことは聞くでKJ お母さんに言う。あお母さんいいひんわ。ライフストリームに飲まれたわ。切ったんで、さっき 25% で始まったのにもう 5% 早っ。はい、これぐらいスピードでなくなってきます。早いな。回復する。あと16人、7チーム16人。いやこれ急がな、もう危険地帯飲まれて死んでまうで。これ乗っていく、これ乗っていく、これ乗っていく、乗ってる、乗っていくって、なんか銃撃ってもらう。しゃべるか。乗っていく、これしゃべるか。うん、もうええわ。しゃべるか。うん。ほなな。乗っていくの。早かったな、今。早かったな。早かったな。びっくりするぐらいちょこんって乗ったな。先行ったろ、思ったのに。すぐ乗った。ほんま。さあ、あと11人。あと1人、落ち着いてくれたら、ラスト10には。あ、でもこれ悟空さんが死んでくれたらわしラスト10入ん、あ、ラスト10入ってるわ今。大丈夫。さあ、あと10人。仲間え仲間、仲間知ってる、仲間同じな、何をハマってんのこれ仲間ですね。ちょ、ハマってんねん、もう仲間っていうこと、仲間っていう言葉に多分車が言うこと聞いてくれへんから。あ、そうか。え？ファイナルフェーズ残り3チーム。コメントあるかな？コメントあった。コメントいらん。コメントあった。俺取ったね。いやコメント取った。よし。乗って。車で。ファイナルフェーズで早押して。安全地帯かな、こっからも。電池切れたらごめんね。電池切れたらごめん。どういうことで、どういう心境。スピーカーにしていいんやったら、まだ息伸びれるかもしれない。うん、なんでもええよ。もう最終決戦やで、ここ。残り3チーム。急いでや。スピーカーにしました。よし、行くで。さあ、撃たれてる。撃たれた。あ、おるわ。あんなとこおるわ。壁際におるわ。壁際に寝返り打っとけ。よし。よし。ちょ、降りるとき言うてよし、インフェルノブラストがエピック。だからどうした？撃たれて。あそこ壁際に3人おるからね。あの、ここの正面に。ここにおる。どっから来る？コメットの餌食や。痛い、もう撃たれたぞ今。何でも飛び出すねんな。何してねんな。狙撃？前の壁邪魔やろそれ。撃つんじゃなくて。反対から来た。どこにおる？どこにおるんや。いるよめっちゃ。いや、こんな感じですか。こんな感じですか。うん、いいよ。どう？食らってた。食らってない。追い打ちかけてよ。ボート立てたらあかんで。
人ともコメット持ってんの？うん。最強やん。行こうぜこのまま。じゃああいつら狙いに行こうかな。でもこのあいつらコメット今もう打ったあったし全然あれやん、溜まってきて。うん。じゃあちょっとコメット狙いに行こう。悟空さん行き過ぎちゃうか、前出過ぎちゃうか。やられた。やられた、ね。僕は次は負けない。あれ？ケジもやられたやん。はい、ということでですね、悟空さんと今日もね、マッチプレイタレコンビでやったんですが、まあ、今日は本当グダグダですね。まあ、いつもグダグダなんですが、最後はね、コメット2人とも持っててね、使ってみたんですが、なかなかうまいこと使えないですね。最後3チームまでね、なんとか生き残ってっていうか、まあなんだろう、逃げて隠れて生き残ってるんですけれども、まああとそうですね、もうちょっと、もう1人ね、もう1人強い人がいたらね、いけたのかななんて思ったりもしますが、またそれもあのプライベートマッチとかが実装されたら誰かご招待とかしたりしてね、やってみたいなと思います。ということで今回もね、身勝手な悟空さんと、ヘタレコンビでマッチ戦遊んできました。はい、ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。まあいつもですね、まあ、あの最後までチャンピオンになれない、かっこいいプレイとか上手なプレイは本当できないんですが、今日も2人のチグハグコント面白かったぜって思っていただいたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ポジロゲームズと身勝手な悟空さんでした。バイバーイ。